皆さんこんにちは、戸田和之です。今日は9月16日、今11時47分、ここから1時から練習があるので今向かっているところですと、踏切で、ちょうど今渋滞になっているので撮影するにはぴったりだなと、理想的な環境だなと思ったんでカメラを回してます。先週も、シドに向かうときはシド終わった後に、いくつか動画を撮ってたんですけど、出すタイミングを逃したんで、それはとりあえずやめて。で、プレミアリーグの開幕戦、フラン対アーセナルの、名誉ある解説を預かりましたんで、その後に1本動画を出させてもらったと。もう週明けて、今日は水曜日。で、今日は練習があった後に、夜に、生まれの下エスパルスの解説があるんで、そちらもまず皆さんには、ぜひご覧くださいと。告知をさせてください。で、先週末、フラム対アーセナルの中継をご覧になった方にちょっと質問したいんですが、なんか最初の僕の声えらい元気じゃなかったですかと。で、下田さんが別ブースで今ダゾンは中継やってますけど、まるで隣にいるような感じでと言ってくださったんですが、確かにその開幕戦だというワクワク感で自分としてのそのモチベーションもあったんですけど、実はその直前に、その同じ日に、大学のリーグがありまして、0-1 で敗れてしまいました。一生懸命みんなで準備をして、試合に臨んで、良い場面もありましたし、もちろんうまくいかない場面もありましたし、で、指導者としてはやっぱり任されている部分が、多岐にわたりますし、ボリューム大きいんで、やっぱり勝たせてあげなければ、申し訳ない気持ちになりますね。で、カテゴリー問わず、やっぱり敗れた後の精神的ダメージは大きい。もちろんプロになったらもっと大きな巨大なプレッシャーがのしかかって、さらにはメディアを含めた批判にさらされると。ですので、もちろん今プロのカテゴリーで仕事されている指導者の方とは全然違うんですけども、自分の中では同じところを目指しながら学生と向き合って、でプランも作って練習一生懸命して試合に臨んで、もちろん交代選手もってことになるので、自分がやっぱりこう勝たせてあげられなかった気持ちがすごく強くなります。でもちろん試合が終わった後には勝たせてあげられなくて申し訳なかったと、本心で頭を下げましたけども、その後に仕事がありましたんで、どうしてもやっぱりその負けた試合のことがぐるぐる回ったりとか、後悔っていうよりはもっと何をしなきゃいけなかったのか、自分がどんな声掛けをしてあげればよかったのか、いろんなことを検証し始めてるんですよね。でも目の前には仕事があって、僕はやっぱり解説者としてもそれなりのやっぱり、プライドと、責任を預かって仕事してきましたから、でプレミアの開幕戦、皆さんワクワクしている、僕もワクワクしている、でこれはきちんと表現しなきゃいけない、でそれを通常も同じような気持ちで、入るんですけども、直前にあったそのリアルな、ゲームの結果のところを、自分の中からこう払拭するために、いつも以上にちょっと声を張ったなという感じでした。いつもだったらよろしくお願いします、こんな感じだと思うんですけど、よろしくお願いしますって言ったと思うんで、下田さんも反応してくれたって意味では多分普段と違ったと思うんですけど、そんなちょっとしたいきさつがありました。で、そちらの中継の方は、試合も非常にワクワク感があってエキサイティングで、戦術的な駆け引きもあって楽しくできましたんでよかったんですけど、もうそれで週が明けて今日は水曜日で、今練習に向かってる。やっぱり指導者っていうのは、すごく大きな責任を背負ってますんで、その中でしっかり選手を導くといいますか、自信もつけさせなきゃいけませんし、少しずつできることを増やしてあげることも必要なのかもしれないですけども、目の前の試合に勝てるソリューションも用意して、でトレーニングして、で複雑すぎない、チームとしてのプラン作ったり、難しすぎない情報提供して、で自信持って試合に臨ませるっていうところは、リーグ始まってるんですけども、非常にやっぱり難しいなと思ってます。勝たせられないっていうところに対する責任はやっぱり毎回毎回同じで、すごくこう自分にこう全て跳ね返ってくる感じですから、ここはなんとか次は勝てるようにしたいなというところで今向かってるところです。で、白の話はこれぐらいにして、今夜 F マンの対清水の解説があります、試合があります。でこちらはミッドウィークだから多分他の試合はほとんどないと思うんですけども、ぜひ皆さん見てもらいたいなと、監督同士が、
一緒に働いてた者同士ですので、まあそういったところの比較みたいなところは、話としては面白いかもしれません。まあ、F マリノスも今3連敗ですかね。まあシーズンの立ち上げのところがどうだったのかなと。でもちろん、まあ序盤いなかったチアゴ・マルティンスとか、まあいなくなったマテウスとか、でその中でね、サントスを取って、で得点が取れるようになったりとか、まあいろんなこう、出来事があってここまで来てるんですけど、相変わらずね、まあ可変しながらボールを運ぶとか、まあそこから、どのように点を取るっていうところで、まあ、この力をしっかり発揮させたりとか、良い場面は出てると思います。どの試合でも出てると思います。ただまあ直近のところで言うと、セレストに敗れましたよね。で、僕この試合まだあと半分残ってるんですけど、まあ、やっぱり、まあ、序盤に、ハーフスペースのところからうまく抜け出して、で小池が折り返したボールで決定機みたいなところも、ありましたよね。で、空いた形で、まあ、スピード感のある中で相手をやっぱり対応させられないぐらいのスピードで、まあ、アタッキングサイドまで入っていくとか、まあ、幅取ったところでやっつけるとか、もちろんサイドバックの選手今、まあ、3-4-3 なんで少し変わりましたけども、まあ、内外の入れ替わり、ハーフスペースからの抜け出し、あとはマルコス・ジュニオルの、まあ、彼だからできるこそのプレーみたいなところが、まあ、必要になってくると思うんですけど、まあ、セレッソ2戦に関するとやっぱセレッソがいいなと。川崎に5点取られて敗れましたけども、まあ、その試合も、まあ、失点したところを見ると組織としての運用は実は間違ってなくて、まあ、瞬間的なこのところで、後手踏んだみたいなところはセレッソありましたけど、エルマリの戦を見てもセレッソやっぱりいいなと、めちゃくちゃ勉強になりましたね。まあ、守備の陣形の作り方、奪いに行き方、もちろん攻撃の時のゴールキック含めたここからの運び出し、非常によくトレーニングされてますし、準備されてますし、もちろんね、その中でエラーはあります。どのチームも一緒で、エースパルスも一緒で、セレッソも、まあ、自陣の一番深い位置で、時折ボールを失ったりはしてますけども、まあ、それでも彼らは基本的には目的をきちんと共有した中で、ソリューションも用意していると思いますし、まあ、プレーできてますよね。そこのところの、質の高さが F マリノスからするとゲームをうまくコントロールされちゃったみたいなところにつながったと思いますので、まあ、ここはセレッソがすごい良かったなと。まあ、両サイドハーフの攻守の働きもめちゃくちゃ効いてましたけども、まあ、クロス対応のところの部分も含めて非常に良かったなと。で、実は F マリノスはクロスで点を取ってて、クロス対応できてないじゃないかというところはある言われる人がいるかもしれないんですけど、実はそうじゃなくて、100回クロスが入った時に何回しっかり守れるかっていうところ、何回跳ね返すことができるかっていうところで、まあ、例えばセレッソはクロス対応を尽くしたりしますんで、もちろん瞬間的にうまくはまらないっていう時は出てくるんですけど、まあ、そうだとしても基本的にはトータルで見ていくとセレッソいいなと。で、まあ、ゲームコントロールして、で素晴らしい個人のパフォーマンスもあって勝ちましたから、まあ、F マリノスが良くなかったというよりはセレッソが素晴らしかった試合かなという言い方で言うんじゃないかなと。で、まあ、対清水で言えば、まあ、清水逃すという意味では、まあ、守備にというか、まあ、トランジションを含めて少し問題を抱えているところがありますので、まあ、どれぐらいというところと、まあ、F マリノスで、まあ、個人的に気になるのは、まあ、敵陣まで入った後の、まあ、トランジションの後の、まあ、プレッシングのところなんですかね。やっぱ昨シーズンほどではないなというところが少し気になっています。ですので、まあ、お互いに攻め合う試合になると思うんで、まあ、エキサイティングな展開にはなると思うんですけども、そういった中でもやっぱりディテールですね、ここが勝負を分けますんで、まあ、そこはしっかり見たいなと、思いますし、まあ、4局面をどれぐらいきちんと、デザインして、でその中で相手のアクションも観察して、もちろん試合の中で変化を起こすことも必要だと思うんですけども、まあ、プレーができるのか、で、まあ、個人の能力で言えば F マリノスの方がやっぱり上なところはあると思うんで、質的な優位のところで、まあ、エスパルスを、打ち負かすことは可能だと思うんですけど、まあ、F マリノスはそれがどれぐらいできるかというのを、楽しみにしたいと思います。で、対する清水ですけども、今、まあ、僕が直近で見たところは、まあ、レイソル、広島で鹿島ですので、
まあ、なかなか勝てないと。で、そういうところで言うと、ただボール運ぶところはうまく中盤を超えるってところまでできてたりしますけども、まあ、最終的に点を取るアタッキングサード、サイドの最後のところが、まあ、やっぱり個人の質も必要になってくると思いますんで、なかなか結果を出し切るところまではいかないと。であとは、まあ、守備のところも、まあ、ベース 4-4-2 だと思うんですけども、 4-4-1-1 から 4-4 に変えるみたいなところで始めてると思うんですけども、意識は持ってると思いますけどね。だからレイソルみたいなチームと対戦すると、まあ、もろにそこが課題があらわになってしまって、まあ、奪いに行くときのやはり全体としての、まあ、イメージの共有と、まあ、連動と、まあ、スペースのマネジメントのところがうまくできないんで、ぼっかりスペースが、まあ、中盤にできてしまったりとか、まあ、広島の場合はどうしても噛み合わせが良くないところも影響したとは思うんですけども、まあ、鹿島戦もそういう意味では、まあ、うまくいかない時間の方が多かったのかもしれませんね。ただまあ自陣で奪ったボールを、まあ、近くにつないで奪われるとか、まあ、そういった形でやっぱり失点をしてしまっていますので、スローインのプレーを内側にプレーをしてロストして失点をするとか、これはやっぱりディテールになってくると思うんですけど、ただまあそのトランジションの部分での チームとしての原則みたいなものが何なのかなっていうのを、まあ、いつもこうどのチームも観察するんですけど、まあ、1失点目で言えば相手の斜めのボールがずれたわけですよね、鹿島のね、町田からかな。でこぼれたボールは岡崎のところに来て、でおそらく宮本ですかね、右に球を出してかっさらえてるんですけども、まあ、奪った場所には相手が多いですから、で前向きでボールが奪えた、もしくは前向きな状況が作れたっていう時にどこを見ようかみたいなところ、でもしくはもちろん体の向きが、ね、敵ゴール方向向いてないとか、視野が確保できてない時はどういったサポート、まあ、サポート例えば、まあ、自分だったら3種類あるっていう、まあ、それで学生と一緒にサッカーしてますけど、どのサポートを使うべきなのか、であとは対戦相手の傾向で考えてどこにボールを運んでいった方がいいのかっていうところを、まあ、踏まえてみるんですけど、まあ、例えばあの失点だとなかなかそこが伺えないような形になってましたし、2失点目もそうですね、自陣の深い位置でスローインをして内側に戻したところからですよね、しかも浮き球で戻したのかな。そういったところがやっぱり、いや勝負は細部に宿るって言うじゃないですか、そこら辺がやっぱり足りてないのかなと。全体としてなんか全く相手になってないわけじゃないですよ。ビルディングアップも、ね、開幕投手から比べればあんまりこうポジションを動かしすぎずに、まあ、そこにあの中盤のセンターが関わりながら、まあ、果敢にチャレンジしてる部分はあると思うので、まあ、バウドだったらドリブルの運びができるとか、まあ、タスタも左足も含めてラインを通過する縦パス斜めのボールにチャレンジしてますし、良い場面も出てると思うんですけども、であとは西澤にボールが入った時の可能性とか、まあ、カリーニョスの、まあ、彼は実は、ね、ワンタッチのフィニッシュ得意な選手なんで、まあ、そういったところをうまく出せれば違うのかなという感じはするんですけども、まあ、確かに AFC にはいない影響は大きいですし、なかなかこう勝てない試合が続いた時にどれぐらいこう強い気持ち自信を持ってプレーできてるのかなっていうのは、まあ、自分も今チーム持ってますんで、まあ、気にはなりますけど、ただ各試合見るとなんか怖がってプレーしてないっていうふうには見えませんので、まあ、そこのマネジメントでなんか問題があるようには感じません。ただってことですね、ああいったこう切り替えのトランジションのところもすごく重要になってきて、でそこでどういったことを基準にプレーしているのかっていうのをよく観察するんですけど、もしくは自陣の深い位置でプレーを始めたときに、やっぱりねハーフライン超えるまではより確実にっていうところが先には来ると思うんで、でその中でこうコンセプトに基づいて、まあ、ゴールキックとかで、まあ、引っかかる分は出ると思うんですけど、ちょっとまああの2失点目かな、あの形はおそらくなんかこうチームとしてガクッとくるような形になっちゃうと思うんで、まあいったところをうまくマネジメントしながら、どれぐらい清水も今取り組んでいる方向性で自信を持ってプレーできるのかなというところを、見ていきたいと思います。まあ簡単な話になりましたけども、今夜19時半から横浜 F マリノス対清水エスパルスの試合の解説担当しますので、ぜひそちらも皆さん、お仕事もしくは学業終わった後に
ご覧になってくれたらと思います。それではこの動画はこれまで、ちょっと長くなりましたが、また次回、よろしくお願いします。ありがとうございました。